こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。20小数のか、ちょっともったいないな。お願い、敵も。ありがとう、助かった。朝ごはんに私がパンケーキ作ってあげます。キータのお手入れしないとアズニャに怒られちゃう。問題ない。すごい。陽キャ。おお。すごい。そんな。ポルカは幼馴染、クレアは可愛い。新キャラクター進化できた。あ、100万超えたじゃん。今これコルク進化できるよね。確か素材はまだ残ってたはず。カーゴだな。コルク、や、召喚チケット。一生使い方はよくわからん。できんじゃないの、コルクの。できますね。やりました。やった。ついにコルクを進化させられます。進化することで、まあレベル100が近づくってことですね。お、強くなった。確かに強くはなった。行きましょう。なんだろう、進化すると選べる。いらっしゃい。
やあコルク、ね、ドラゴン、ちょっと寄らせてもらったよ。商売は順調かな。普通普通か、それはいいね。平常通りが一番だ。でもカルダモンが来た。事件。全然違うな、ね、ドラゴンと。今日は調停者として来たわけじゃないよ。買い物？いや、買い物でもないんだ。今日はポルカのことでね。さっき鍛冶屋にも寄ったんだけど、彼女は何か悩み事でもあるのかい？聞いたことない。そうか、どうも元気がないというか、様子がいつもと違ってたからね。ポルカの様子、そういえば、いらっしゃい。よー、あー、元気か、コルク。普通。あー、そっかそっか、なるほど、普通ね。うんうん。お、買い物？あー、いや別に、たまたま寄っただけだから気にしないでくれ。ちょっとお店の中見せてもらうぜ。うん、結局買い物。サンキュー。ああ、なるほど、ふむふむ、やっぱいろいろ売ってるよな、コルクの店って。まあ品揃えには自信がある。うんうん、ここに来れば大抵何でも売ってるもんな。あ、そうだ、そういえばコルクの店の売り物ってどうやって仕入れてるんだ？店に並んでいるものは基本的に生産者や仲介人と交渉して仕入れる。ああ、なるほどな。じゃあ店にあんまり並ばないような珍しいものは？ポルカ、何を探してる？私に言えば早い。いや、それじゃあ意味が。意味？あ、あ、じゃなくて、いいから珍しいものの仕入れ方教えてくれ。ものによるけど、東の町で開催するオークションで競り落とす。東の町のオークション、なるほど。じゃあ俺用事思い出した、またな。帰ってくることはなかったのだった。そういえば最近この店に来た時も様子がおかしかった。でもカルダモンがどうしてポルカのことを？普段と様子が違うということはですよ、ね、紛争やトラブルの前兆だからね。そういうことは日頃から気にかけるようにしてるのさ。調停者の経験からすると、ポルカに何かあるってこと？ま、そんなとこだね。それでポルカのことだけど、うん、気になるから様子を見に行く。カルダモンは？もちろん。ああ、私も何があったか知りたいし、お供させてもらおうかな。ポルカ、いる？おい、ポルカ。返事がないね。さっきはいたんだけど。奥にいるかも。ちょっと見てくる。ルボイスいいな。あ、いるんだ。やっぱりあれか。いや。いた。ポルカ。はあ、どうするかな。ポルカ。うわあ、コルク、なんでいるんだよ。いるだろう。呼んでも出てこないから。ポルカはいたかい？あれ、カルダモンまで。どうしたんだよ、一体。どうかしてるのはポルカ。ずっとうなってた。
具合でも悪いのかい？うん。いやいや、なんでもないって。さあ、仕事、仕事。怪しいな。棒読みだね。何だったんだ、まだ続きがあるんだこの話。レベル100にすれば解放されるってことか。これはまだ見たことないんだよな。メイドコルクだったからな、あの時は。レベル100になるのが楽しみです。少し。うわーい、ありがとう、助かったよ。続いてクラフトクエストです。学校暮らし、この辺多分サクッといく、いけると思うんで。しっかりクリアしていきましょう。あ、私もついてく。どんとこーい。の前に、それ進化コルク回収しよ。武器がない。解き放っていいんだよ。くらえ、ノルクで鍛えたこの一撃を。痛い。締め切り前でも焦らない。この一撃、必殺の一撃。まあ普通ですよね。敵を知り己を知れば百戦危うからず。スプリン内の前回の一撃の、人重に風の前に散りに同じ。11まで上がりました。交代。勝てるかな。これで大丈夫かな。はい。受けの役割も大事なんだよ。食らえ。ノックで鍛えたこの一撃。やめてよ。一気に攻めるよ。この後実施されない。片付け忘れてた。あれは対戦相手の敵視察。そんなうちは見せないよ。あれは。すごい。彼女鍛えるべきだな。学校暮らしって言ってんのに全然学校暮らし関係ない。カーゴだな。お、クリアオーブを獲得できるのか。私の家具に。いや、これでゲットなのか。お願いできますか。ありがとうございます。すっごく助かりました。時々召喚チケット、まだあったっけ。おはようございます。噛んじゃいました。新規キャラクターピックアップ召喚、今回あのサイバー椿が出てますからね。これはすごい。金の亡者にならなきゃいけない。ガチャコーナー、新たな出会いを。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。
のお手入れをして、これだけやりましょう。開きますよ。最低保証か、星4以上です。お、エナです。ゆうちゃんエナ、エナっぽい。来ません。私はナイトの八神子、よろしく。守りは任せなってね。頼っていいよ。魔法使いで頑張ります、ミユです。1週間貫徹が可能になる魔法はないですよね。アルケミストの斉藤エナです。よろしくね。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。いいですね。おはようございます。今日も頑張りましょう。開きますよ。私は秋山美代、パートはベース。にしてもナイトって目立ちそうな立ち位置だな。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。いや、あの、7番の目は怖いな。あとは、キャンデザの効果だな。軽音のアニメのヒットは。傑作のあなた怖かったな。デビルマンかって思うぐらい。怖いかも。ということで、メインクエストやりましょう。しかし、クラフトがまだもう一個残ってんだ。桜トリック赤ですね。赤じゃ、赤赤。2つあるんだよな、今回メインクエストが。なんで大忙しです。しばらくはキャラファンタジーか、あっから始め離れられないやん。ねえねえ、僕からほとばしるオーラに。まずは選手権取ろう。ダメだな、結構強い。きっとうまくいくよ。これぐらいなんともないよ。本当？負けないぜ。クリティカル、なんちゃって。声出していこう。見くびらないでね。苦しみの先に勝利は。ファイト一発だ。これぐらいなんともないよ。私たちも意地を見せるんだ。声出していこう。応援するよ。まだまだ。私がなんとかしないと。皆さん頑張れ。鉄槌を。子供扱いしてダメなんでください。勝利のポーズ。
て、こうかな。全然桜トリック関係ないキャラクター最後だな。私の家具に不備の二文字はない。学校がたくさんできました。さあこれでどっち二つあるんですよね。いつも12日しかない。短いな。右やっていきましょう。このシャベルがこっちの敵にも通用するといいけど。黒板なんです。ココアばっかりだな。それはないよ。シュン。え？どういうことなの？唐突。うわ！唐突はスタート。マジ？花子も金髪少女なんだな。増殖した。強そうだけど大丈夫かな。攻撃は最大の防御。いや、なんでコルク武器持ってないんだ。力を貸してあげるから。食らえ。ノルクで鍛えたこの一撃。必殺の一撃。完成。推しのグッズのお迎えの準備。この一手は予想外でしょ。そうなるよな。やったー、終わったー。しょぼーん。泣いてる。あ、そうだったのか。スラクロゾメーション。もしかして黒髪ロングだろう。間違いない。え？え、またメタな二段構造。先に分かっちゃったら楽しくないよ。ちょっとあのキャラクター見てくる。うん、これだ。進化後のコルクだ。武器はあれ？装備はしてるのになんで3つしかないんだ。
星さんの武器だからかな。おはよう。牛の世話は朝早いから早速仕事。武器を装備を変えたいが、ここでは変えられない。ここだな、武器は装備されていませんになってる。プレイするときに装備するのか。間違えた。ひばり。あれ？こちらはハピーでいきますね。よかったわ。ねえ。え？皇帝。皇帝。悪くない。でも、これは後でやる予定です。こっちの世界は人がたくさんいてなんだか安心するわね。気合を入れ、今日いい説。そうですね。そりゃそうだけどさ。どうかな。そうなんだ。ところで、はい。お。つまり、うんうん。そうだな。多分。はーい。ヒーローだな。RPG。 そのうんうん、そりゃそうだけどさ。私はすっごくついてるよ。どうかな。そうですね。あ、でもどんどんやっていきましょう。大丈夫ですか？ありがとう。
うだな。シュン、よっしゃ、しょぼーん、くんぬぬ、そうだな。どうかな。いえ。よっしゃ。やったー。そりゃそうだけどさ。せっかく知らない場所に来たんだから、いろいろ探検したいな。準備運動は忘れずに。気抜くと意外と怪我するぞ。それじゃ、これで行くわ。これなら大丈夫かな。負けられないよ。これなら大丈夫かな。それ。魔物さん発見。やってみなきゃ分かんないもんね。みんなのおかげだね。はい、そうだな。でも、うんうん。ところで、はい。あ、そうなんだ。わあ！くんぬ。なるほど。入団試験があるんだ。転移装置。なるほど。いえ。ん？うわ！スコロクドラクエ5。うんうん。そうだな。多分。マジ？そりゃそうだけどさ。はーい。そうだな。うんうん。せっかく知らない場所に来たんだから、いろいろ探検したいな。これは難しいかもな。つい強いキャラで決めましょう。
君に決めた。行ってくるよ。そうだな。たっぷりもてなしてやりますよ。やっちゃってもいいですよね。怪盗ランマを立つ。あんま無茶すんなよ。一気稼いに行く。ハーハーしてもいいですよ。今日は大盤振る舞い。早め早めが大事です。パプロン魔物さん発見。みんな頑張れ。森に帰れ。マジか。一曲歌っちゃいましょうか。行きましょう。次はラストかな。国の生命体それ。今日は強すぎる。今日はヒデリンに会いに来てくれて、ありがとう。帰ってきてね。すぐにこの店のてっぺん取りますよ。僕の可愛さなら当然の結果かと。しょぼーん。あーぴ、どうすれば。え、うん、よっしゃー。お気合を入れてくぞ。なるほど。よっしゃ。わーい。はい。早い。主力しちゃってる。こいつは腕が鳴るな。任せとけって。はい。うんうん。よっしゃ。ん？マジ？え？うわ！くん。あるよね。怖い。強い。しょぼーん。うーん。そのクルミ自身のトラウマ。うん、今日もいい天気だね。お日様気持ちいいな。お願いでき、あなたとても優しい。私嬉しい。みんなハッピー。ここまでですね、本日は。いざとなったらモップとかほうきも武器にできるかもな。次回はこのクルミワンダーランドシナリオクエストの後編をやっていこうかと思います。ぜひ見てください。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄ブログ、ツイッター、プレイリストございます。ぜひご覧ください。
ツイッターのフォローぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。